久しぶりに苗穂にやってきたけど、よくここからあっちの方へカメラ構えている人多いのよね。あ、また今日も。え、何これ。北海道の鉄道あるあるその1、苗穂工場のやることは変態的。それでさあ、ちょっと待って、今列車来たから撮ってくるわ。やっぱ、通勤型は最高だぜ、えへー。北海道の鉄道あるあるその2、通勤型電車が同じ顔のやつばっかり。そういえば、この先にある縄文トンネルは出るらしいぜ。え、何が？これだよ、これ。いや、そんなの噂でしょ。いない、いない。北海道の鉄道あるあるその3、タコ部屋労働によって建設されたものが、多い。今日は特急で旭川まで行くぞー。そういえば、どの特急乗るんだっけ？これかな？いや、これだったかな？もしかしたら、これだったかもしれない。これはさすがに違うか。北海道の鉄道あるあるその3、特急列車が同じ形状ばっかりすぎて、どれがどの列車かわからなくなる。おいおい、さっきからこの列車エンジンの音してねえか。でも、都市部だし電車しか走らないんじゃないの？あ、機動車だわ。北海道の鉄道あるあるその後、都市部だからといって電車だけとは限らない。北海道の鉄道あるあるその6。いや、次の列車来るの遅くない？あれ、なんでここに京急の広告が？いや、北海道まで広告出すとかどんだけ儲か。かつあい。北海道の鉄道あるあるその7。京急がなぜか車内広告を出している。ねえねえ、この駅ホームが板張りだよ。お、これは仮乗工場の名残だね。次の駅も仮乗工場か。てか、多すぎん。北海道の鉄道あるあるその8。仮乗工場の多さが、異常レベル。